はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、総天将金剛です。さあ本日なんですが、皆さんにですね、謎融合テーマをちょっとお見舞いしていこうと思ってまして、本日、組んできたテーマ、総天です。ご存知でしょうか、総天。知りません知るわけないか。新しいね、段で追加されたこの、蒼天の使わしめ、アウン君っていう、もうマジ誰やねんっていうね、モンスターが追加されましてですね、これ蒼天っていうテーマを使っていきます。このね、謎の融合テーマなんですけども、まあ、正直、まあ、ファンデッキ。ではあるんですけど、ファンデッキの中では割と革命的な、モンスターが、来ましてですね、これ、どういうテーマかっていうと、融合テーマになっていて、この蒼天将来っていうカードの効果を読んでいただければわかるんですけど、手札を1枚捨てると、自分のフィールド上に蒼天コントークンを任意の数、可能な限り特殊にすると、まあ、要は5枚くらいバーンって出せるんですね。で、自分は融合モンスターしかこのターンエクストラデッキから出せないし、自分のフィールドのトークンはリリースができない、エンドフェーズ破壊されちゃうっていう制約がある。ただしその後以下の効果を2回適用、トークン出したら以下の効果2回適用、どういう効果か。手札フィールドから蒼天融合モンスターカードを決められた融合祭モンスターを持ち送って、融合モンスター一体をエクストラデッキから特殊召喚、融合召喚。だからトークン出して2回融合できるんですよ、このカードを使うと。手札1枚捨ててトークンなんか5枚くらい出して2回融合できると、強そうじゃねっていうね。はい、で出てくるモンスターが、まあ、その大して強くないっていう話はあるんですけど、今回はその動きをサポートできるこのアウン君が来たので、使っていきますと。でアウン君何をするかっていうと、このカードを融合祭とした、モンスターの元々のカード名によって、以下の効果を得るよっていう、混合っていうこれ、ね、どでかいモンスターがいましてね、2体、混合と水弱っていうなんか3体融合のやつがいるんですけど、この3体融合のやつを素材にしてると、今後あったら、なんか全蒼天モンスターが打点が3000になる、まあ、トークンとかも3000になる、それ、はい、全モンスターが3000になるっていう効果と、あと、ミツジャックも、素材にしてると相手ターンにフィールドのカードを1枚除外できるよっていう効果で、さらに融合召喚したこのカードが破壊されると、夕日と、広告っていうこのイケメンの書き物さんですね、これを2体出してこれるよと。だからね、これね、どっちかっていうと、まあ、この上の効果もまあ別に強いですし、まあ、狙っていってもいいんですけど、基本的にはこの2番の効果で、自分が破壊されたら、下級のこのモンスターたちを1体ずつ出すっていう効果をメインで使っていきたいと。で、自分を破壊する必要があるんでね、これ自分のカードで破壊してもいいんですよ。だからこのアウンを、破壊できるカードとして、今回は、デュアルウィールドラゴンから、サーチしてくる、ラピッドトリガー。これ破壊して融合するっていうカードなんですけど、まあ、バレットの融合カードなんですけど、これとか、あとこれですね、バレルロード、ライオットドラゴン。これを愚かな埋葬とか、あと、それから、まあ、竜の霊廟とかで落として、で、破壊していくと。で、さらにこれ手札引いちゃっても、蒼天の、将来で、手札コストで切れるんで、結構ね、このカードを破壊するっていう動きが簡単にできるんですよ。だからそれでね、こいつを破壊して、広告という火を出していくっていう動きをしていきますね。はい。で、先行の、妨害はですね、まあ、非常に頼りない。密着が、自分のフィールド上に融合モンスターが2体以上いると、相手のフィールドのモンスターの効果が発動したら、まあ、無効にはしないけど破壊する。無効にはしないけどね。で、この、外運が、効果モンスターを素材とした蒼天融合モンスターがいると、エクストラデッキから出てきたモンスターだけなんですけど、一応無効にできるみたいな。この2体をね、基本的には出していって、妨害していくっていう感じですね。で、トラップカードでね、蒼天の魔法カードをコピーして打てるっていう、蒼天の使命っていうカードがあって、これを広告からサーチできるんで、この辺で相手のターンでも融合して、まあ、自分のターンでさっきの、密弱とか、外運出して、で、相手のターンでは、アウンとか、まあ、混合とか、このガイアとか出して、まあ、妨害していくっていう感じですね。まあ、非常に独特な、テーマになっておりまして、よかったら動き方ご覧ください。デュエル。スタンバイ。このテーマ俺使ってる人見たことないんですけど、誰か使ってます？マジでこの世で俺一人しか使ってないんじゃないかっていうレベルのテーマをね、今日は使っていこうと思っていまして、蒼天というね、マジで誰やねん融合テーマ。真面目に誰、もう増殖する字重いからやめてよ、行くしかねえ、行くしかないよ。ボレルロード、ライオットドラゴンの、を墓地を送りながら、蒼天のトークンを、最大5体までフィールド上に出しまして、任意の数だけフィールドに出して、その後融合を2回できるというテーマ。その後融合を2回できる、ちょっと強そうだよな、書いてることで。ガイウンちゃん出して、でモンスターはもちろん特殊召喚していく。で魂と魂でアウン、はいアウン、全員誰。
全員誰で、ライオットの効果、フィールドのカードを、爆破しながら自分を回収。アウンの効果つかない。で、これで、ライオットで破壊したのでアウンの効果が発動しまして、アウンちゃんでデッキから、勇気と、コココ出してくれ。で、コココ効果、トラップ稼働サーチ。ゴミすぎるだろ。よくわからん ムーブ してっけど、これ勇気でサーチした方がいいかな。勇気でサーチした方がいいよな、多分。で、将来持ってきて、次のターンのこれ、あれですね。あの、動きの、何ですか、まあ、一応保証と言いますか。ちなみに今、この場面、妨害ありません。びっくりするだろう。これが一応、基本展開なんだぜ。手札めっちゃ引かしちゃったな。4枚ぐらい引かしちゃったかな。ちなみに、蒼天くんたちですね、効果モンスターを素揚にしている融合モンスターがいねえと、なんか大体効果発動できないんですよね。で、今、通常モンスター素揚にした融合モンスターしかいなくて、ガイオンくんが。なんで、ガイオンくんが今爆誕してるだけで、で、ガイオンくんがどういう効果を持ってるかっていうと、メインフェーズ限定で、相手がエクストラデッキから出してきた、相手じゃなくてもいいんだけど、エクストラデッキから出してきた表表情のモンスターの効果を無効にするっていう効果ですね。はい。もうちょっとどうにかしてもらっていいか。普通にセアミンの効果無効にできるんだけどさ、普通のモンスターって大体なんかね、エクストラから出る前のまずね、無効にできないんだよね。しかもなんか2100しかねえし、守備力意味不明。フォクシーどうぞ。さあ、ただ、まあ、トラップカードが2枚今回はセットされてるので、まあ、このトラップカードなんとかしてうまいこと使ってして、いきたいということですね。あー、リフォームね、オッケー、リフォーム強えな。なるほどな。パンクスパイル OK、 トラップカードサーチ OK、 いいでしょう。トラップサーチ OK、 2体で、あ、アルカード、なるほど。ゴーストリックデッキだ、マジの。マジモンのゴーストリックデッキや。あのピュアリーなんていうパチモンじゃねえこれ多分。なんか普通にゴーストリックの動きしてるぞ。あー、まあ打つしかねえな。蒼天の使命発動、これはね、あの墓地のさっきの蒼天、蒼天将来っていうカードをコピーするっていうことなんですけど、これで蒼天将来のカードをコピーし、また好きなだけトークンを出し、そして融合を2回できる。さあ、謎効果によって、ま、これは1回バレルロードライオットを押せよう。そしてトークンを3体トークン召喚。おっさんを特殊召喚。いった密弱で、密弱出して、おい、ほら、そして、え、これ密弱、密弱アウンか、密弱アウン、密弱アウンでいいなこれ。とりあえず密弱アウンで、はい、オッケー。で、これで、ちなみに密弱が、なんか相手が効果を発動 した場合、そのモンスターを破壊するっていう効果が付与できるぜ。ちなみに、密弱くんは、無効にはしないぜ。終わっとるやろ。はい、効果発動しましたね。いや、これ爆発させるか。爆発させて、これ一応未来利用とかされるんだよな、ゴーストリックって。密弱で爆発しときましょう、一応。未来利用ワンチャンうざいです、普通に。さあ、密弱の効果によって、相手の効果をが発動したら、無効、あ、無効じゃなくて破壊する。え、リフォーム、あー、変身できるのか、強えな。変身できる、あー、これサキバスとかになるやつね。はいはいはい、まあ、しゃあねえか。アルカードオッケー。まあ、ショットとかは持ってるかもしれないからな、こんな聞いてるからな。無効にしたところであんまあれなんだけど、まあ、できればですね、未来流を出てくる来ると本当終わるので、なんとかしたいんですけど、なんとかするほどの能力がないんですよね、このデッキ。やばすぎ、やばすぎなんだけど、どうしようこれ。アルカードは単一なんだろ、あ、ゴーストリックなんでしょうっけ。ラテンシー、いや、やばすぎるって。展開力えぐ、なんかドヤ顔で融合モンスター終表示になってるけど、これ相手の効果止めてくれよお前ら。まあ一応ガイウンは止められるかギリギリ、止めたところでなんだよな。
止めたところで感がエグすぎて笑ったって感じなんだけど、ゴーストリックショットオッケー、ゴーストリックショットオッケーです。でショットでトップしよう、アルカード、はい。でアルカードは大丈夫か、別に。でゴーストリックアルカードの上重ねて多分打点値だよな。ここで攻撃表示 OK、 ここでしょ、いやもうここでしょこれだから。ちょっと待って、無効にします、こいつ無効にします。で蒼天の転身活動全部誰やれんトラップと誰やれん融合でいくさ。で蒼天客ガインを爆破して、これいいえ、でレベル6のモンスター出します。でここでガイア出して、でガイア特殊召喚成功時攻撃表示モンスター破壊ちなみに攻撃表示モンスターしか破壊できません攻撃表示モンスターしか破壊はできません。これでショットって言われたらおしまいです。もうやばいです、普通に負けていいです、それはもうこれが限界なんだよ、バカにしやがって。ゴーストリックフェスティバル OK、 バカにしやがって蒼天を、お前らなんかまあまあ制圧できたな、ちょっと強かったな動きちょっと強かったな。ゴーストリックハウス、セット、セット、うわセット多い、さすがゴーストリック、いやそんなセットしちゃう、そんなセットしちゃう。まあちょっといけ、蒼天将来でトークンが破壊されるということですね、エンドフェイズに。広告来た、なるほど。まあとりあえず蒼天の転身発動か、それともバレルロードライオットか、ライオットなの、ライオットであれだ、アウン破壊しよう、またこれ回収しながらアウン爆破して、で広告と夕日出してまた展開していくみたいな。あうざう、まあいいでしょう、まあそんなに痛れじゃないな、これは。後で夕日回収しようかな、いける、大丈夫、いける。あ、落ち着け落ち着け、全国の蒼天使が見てるから、今全国の蒼天使がリュウさん頑張ってくださいって見てるから、行くぞ。蒼天の転身発動、これは今夕日落ちてるね、いや夕日落ちてるから夕日回収、はい。でもうトラップないから広告を出す意味はもうないんですよね、基本的に。なので夕日回収します、で夕日出します、まあ一旦融合するしかねえな、融合発動で融合効果フィールドのカード破壊したいからフィールドのモンスター使うしかないね、これとこれだね。さあ行け、これが蒼天界最強モンスター、蒼天の守護者ガーディアン決まりだ、融合召喚成功で効果発動。さあ対象に取れないで、今融合があるから、あそうな、対象に取れないで、対象に取れねえからな今。さあこれによって相手のカードを選んで2枚破壊してカードを1枚ドローするぜ。ゴーストリックオアトリート、何リンクモンスターを出せば相手フィードの表返しモンスター対象に2000払って墓地を送られそのままセットする2000払ったら、で足らなかったら表返しモンスター攻撃電源し国防で、あーなるほどね、はいはい、じゃあ2000払えばいいのか、2000払えば OK、 ゴーストリックハウスバウンスできる、でパレード払われる、わからんで LP 払います、はい、 LP2000 払って1回セット、うらら最強、破壊はだからフィールド魔法とセットカードフィールド魔法でいいのか、セットカードフィールド魔法でこれなんだっけ、あやべえ忘れてた三つジャケの効果掴めるか、三つジャケの効果全然忘れてた、ごめん、想定エアプすぎた、三つジャケの効果で魔法トラップバウンス、いやこれ先やっとくべきだった、間違えたやべえクソエアプだった、さすがにクソエアプ、
三つ矢の効果で全パンクしてから決まりだったね。そしたらもっと早めに勝ったかもしれない。普通にミスったわ、ごめん。でこれはまあ、こっちないと打点なんねえのか。こことここで、でこうしてOK でモンスター特殊召喚しません。でこれで、地下融合で戻して、でワンドローっすね、はい、はい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 、 OK で、パッチワーク一応発動します。なんかいろいろできるんだ、いろいろきたな、なんか謎に回りだした、はい。で攻撃表示でバトルフェーズ入ります。え、これ足りてるもんね、これ足りてるもんね、バトルフェーズでこれ殴る、はい。何それ、え、攻撃宣言時リリースしてゴーストリックモンスター、やべ、危ね、そんなことあったんだ、忘れてた危ねやばい、なんかそこそこプレミアばいやばい、なんか知んないけど偶然引いていたウララが活躍したわ、ありがとう。ウララとガーディアンキメラのおかげで勝ったわ。ちょこのテーマわからん。ちなみに皆さん、あの蒼天使いと会ったことあります？遭遇したことあります？あのデュエルしてて、僕ね、今のところね、なあの1回も当たったことないんですよね、蒼天マジでわかんないです、蒼天使ってる人はどこにいるのか、どこに行ったら蒼天使いと会えるんですかね。さあ、意外のところ手札はまあまあ強いですね。で、アウンの呼吸発動で、アウン効果、これは将来あるんで広告からでよくて、で広告召喚して効果とラピッドトリガーあるから、まあ別にどっちもあったけど、まあ蒼天の使命で、そうですね、まあいきなりいっちゃっていいですね、蒼天将来発動しましょう。さあ、フィールド上に好きなだけトークンを出し、そのトークンを使って蒼天融合モンスターを2回まで融合できるぜ、あまりにも最強。うわっ、トークンは4体生成この動きだけは強いよな、この動きだけは強い。で、広告使って融合して OK で密弱 OK で、密弱からの、これラピッドトリガーあんだよな。トークンとね、トークンでいいのか、つまり、トークンとトークンでアウン出して、OK。で、まだトークン生成する効果、あ、こっちが先か。HM チェーン効果。で、融合を加える。で、アウンの呼吸の効果によってトークン出る。で、ラピッドトリガー発動。ラピッドトリガーはフィールド上のね、もう破壊しながら融合するっていう、なんかバレットの融合魔法なんですけど、これ結構想定大将よくて。で、ガイウン出す。で、アウン破壊された効果。デッキから、広告と夕日を出してくると。これ結構強いですよね。で、セットして、で、エンドフェーズ。これで相手ターン返す。で、こう、将来の効果でトークン消える。今、どういう効果を持ってるかっていうと、盤面か。メインフェーズ中だけなんですけど、草デッキから出てきた相手のフィールド上のモンスターの効果、無効できるっていう効果と、あと、密着で、なんか相手のフィールドのモンスターの効果を発動したら破壊できるっていう効果ですね。で、想定の使命があるんで、一応相手のターンに融合していきます。長のモンスターが。はい。非常に、扱いにくい無効効果と非常に扱いにくい、破壊効果を持っていますねもうちょっとね、もうちょっとなんか何でも無効みたいなのがあったらね、結構強かったかもしれないけどね、すごい微妙にね制約あるんだよね。メインフェーズしか使えないとかさ、スパイラリングフュージョン OK、カオスソルジャーと、呪われしるカースオブドラゴンで融合召喚、何カースオブドラゴン、何なに？いやまあ無効でしょ。エクストラから出てきたモンスターの効果を無効にしていくぜ。魔導キルカーソブドラゴンはなんか融合を回収できる効果を持っていて結構やばい。よし。よし。よし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 。さあ、わけのわからねえ。わけのわからねえ無効効果で止まるこれ。
止まっていく。よし、使命、まあ、使命はまだいいか。いや使命打たなくていいだろ。いい、とりあえず大丈夫。まあぶん殴られるのは構わない。そいつを破壊できるわ。オッケー、そいつを破壊できる。まあ有効モンスターだけは一応ね、戦闘破壊耐性付与できてるんですけど、3つ弱でね。さあ私のターン帰ってくるやつですか。お、来た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 ぞ。おい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 、なんだお前、蒼天舐めてんじゃねえか。蒼天舐めすぎだろ急に調子の乗り出す男。トークンを3個生むぜ。トークンが3個生まれて、さらに融合を2回できるぜ。うわっ、ゆえが召喚。これはですね、ガイア、ガイア、ガイアですね。まず一旦ガイア、ちょっとね、ガイア出しますよ。ガイア合うんじゃねえか、これ。こう、OK。で、モンスターを特殊召喚。これで相手のターンに、1枚除外と、攻撃表示モンスター破壊できるんで、ちょっとですね、これと、トークン。さあ、謎の融合召喚。いけ！アウンバックダン。さらに、ガイアの特殊召喚成功時効果。相手の攻撃表示モンスターを破壊。バリーン、よし。よしよしよし。いいぞ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 。いける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 ぞ。エントレンスよし。蒼天の使わしめ、アウンの効果。相手のカードを除外。よし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 、いいぞ決まってる、蒼天の最強ムーブ、増殖する字だね。来てるぜ。一回パッチワーク発動するぜ。さあ、これで、機関融合、キャッチ関与持ってきて。よし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 、よしっていうか、これ僕思ったんですけど、フィールド魔法に融合効果つけといたら、もう、万事解決なんですけど。融合魔法に、その、融合する効果つけといてくれません？もう一回。なんか、わざわざなんで融合用意しなきゃいけんだろうね。もう二回融合できるからいいでしょ、みたいなことなんだ。で、夕日の、効果発動して、トークンを爆発しながら、また、速攻魔法を手札に加えるという最強の、まあ、ちょ、これやんないとさ、融合が、ちょ、手札一枚捨てで融合してんだよな、これ。蒼天将来って。で、そこがね、微妙なんですよね。で、これは、まず、捨てて、まあ、トークン出します。OK。で、モンスター特殊召喚します。混合を出して、これと、これと、これでいいのか。で、混合を出す。OK。よし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 。これでも足りてんだろ、これ。これ足りてるってさ、あるの、これ。で、エッジインプチェーン。からの、パッチワーク持ってくる。OK。で、これ縦だろ。2000、400、300。いいね、8000。来た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 、お釣り出し来た、バトルエイス、うめえ。あれ、なんでガイウン攻撃できんだ、あれあれ、なんか、なんか制約があったっけ、これ。あれ、なんか殴れないんだけどあれあれあれ、なんか想像したのと違うな、なんだっけあれ。ちょっと、なんで融合、なんでこいつ殴れないんだっけ。なんか制約かかったっけ、俺。あ、うえ、マジでわからねえワンキル取れなかった。やばい、ワンキル取れんかった。あ、ラピッドトリガーだ、ラピッドトリガーだ、ラピッドトリガーだ、そうだ、ラピッドトリガー出してた、これ。やべえ、うざすぎ。ちょ、ミスった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 、普通にミスった、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 やばいやばいミスりすぎだ、やばいこと起きた普通にうんこみたいなプリミした。まあでも、まあ一応相手のターンで除外する効果と、あー、魔導騎士が来た。いや、まあ相手のターンでその除外する効果とエクサーからできたモンスターを無効にする効果あるので、多分大丈夫だと思うんですけどね、多分。でガイア効果で出てきて、はい、あ、うらら強いですね。で、ノルバルシルカーソドラの効果でうららをぶん投げて、もう実質これで止まるって説あるね。はい、で、融合ができないと危な、マジで危ない。普
通にさ、このデッキさ、万能無効とかさないからさ、難しいわ回すの。ちょっとスパイラルフュージョン、なるほど。まあ、これは除外したら高いんじゃない、アウンの密着を素材にしたアウンの効果、これも重いよな。3体融合のモンスター素材にして融合したら効果付与するんだぞ。これ重すぎだろ。さあ融合が不発と、よし、やーぶねえマジでちょ、もう二度と使わんこのテーマ。バトルフェイズいきます。はい、でこいつも殴れないから、こいつも殴れない、これエクストラデッキから出てきたもんすぎ、殴れないのこれ。ラピッドトリガーくんの制約重すぎ、笑った。対戦ありがとうございました。ハンドマンは悪くなさそうだな。まあ、とりあえずパッチワーク発動して、地下融合はちょっと謎、なんかまあワンチャン、まあでもテクダルコストにしても結構強いから、まあなしじゃないかなって。融合地下融合にしてんだけど、今これ謎ですね。普通に素の融合を引いたら、まあ普通に展開できるとかもあるんで、まあこれの採用はちょっと謎ですけども、まあ想定の使命をとりあえず持ってきまして、相手のターンに融合しないとやっぱ融合の回数稼げないんでね、このデッキで融合兵をぶち込んでいく。 OK、 相手なんもねえぞ。来たわ、最強盤面できるぞ。最強盤面かっこ笑いができるぞ最強盤面かっこ笑いができるんですけども、夕日爆破して、なんだっけ、蒼天将来持ってきく。さあ圧倒的最強カード、蒼天将来を発動。手札を1枚墓地に送ることにより、トークンを任意の数だけ生成。ブルルルブルルルこのトークン生成能力だけはすごいよな。でモンスターを特殊召喚。ちなみにこれ発動しちゃうとね、融合モンスターしか出せないっていう劇的な絶望的縛りがつきますので、まあ、このトークンを利用してリンク召喚とかそういうのはできません。で、まあ、外運ですね。これいつも通りの展開ですかね。外運、密着で、まあ、微妙な制圧ね。エクスターができたモンスターの効果無効になる。で、相手のフィールド上でモンスターの効果としたら、なんか破壊するみたいな。すごい微妙な、非常に微妙な、制約の中での、まあ、無効妨害と破壊能力となっております。頑張りましょう。ライトニングストーム、よかったら標準しといてちなみに破壊耐性ないので、フィールド上のモンスターね、破壊耐性ないので、なんだ、ライトニングストームを攻撃表示で置いていると、普通にモンスター全部死にますやばいか、それやばいな。で、トークンが4体出てくる。ライトニングストームもまあね、別にチェーンすればまあいいので、まあ、ある程度は耐性はあるかなというところで、これどうしようかな。アウン密着アウンにするか。一応妨害になるので密着アウンにしますか。密着使ってアウンを作ると、一応相手のターン限定なんですけど、相手のカードを除外するっていう効果が一応付与できまして、まあ、これでいいんじゃないですかね。こうすると一応ね、実質先行3妨害実質先行3妨害最強エッジープチェーン効果発動。とりあえずですね、チェーンはこうやって無限に手札コストを回収してくれるので非常に優秀ですね。さあ一体相手はどういうデッキ、何エッチインプチェーンと融合を持ってくる最強カード、驚いたね坊や。くしくも同じ構えじゃん。楽印かな、楽印ですかね。このデッキやばいぞ。楽印はなかなか、何え待って、何出せんのこれ。融合、融合モンス、闇属性いないよね。何出せんの、わかんない、何これ、出せたやついたっけ、嘘でしょ、蒼天ミラーもしかして待って、そんなことある、蒼天ミラーじゃん。奇跡起きたわ。おい、ちょ、みんな聞いてくれ。誰も使ってないって言われていた蒼天とかいう最強のテーマ、まさか
完全に同じ構えのやつが現れたぞ。しかも超融合されて俺の妨害全部消えたけど、嘘でしょ。やばくないですかそれは。さすがに奇跡を目の当たりにしてる可能性がある。でトークンが出てくる。いや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 、それはやばい。ああ将来持ってこられてもうたわ。あかんねえこれ、かなりやばいことってるよ。さあ装填将来発動して、装填将来の効果で手札を1枚捨てることによって、装填コントークンがめちゃくちゃいっぱい出てくる。やばい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 。やばいやばいこと来た。これはさすがにやばい。これワンキルされんのかな俺。これワンキルされちゃう。あ、混合出てきた。混合出てきて、あ、これもしかしてあれかな、混合と、あー、これ合うんですか。うわ、やばすぎ。これ全部打点3000になるわ。終わった。やばすぎる。つえ、なんだその最強デッキ。やばいぞ。ちなみに、アウン君はですね、全装填モンスターが、混合を融合スターにしてると打点が3000になるっていうのが謎の効果がありましてですね、ダメージ計算時にね。アルビオンやばすぎなんだけど、やばすぎ。しかもガイウンもさ、もうさ、効果モンスターをスターにした融合モンスターいねえからさ、もう何にもない、もうバニラなんだよね今。まずい、このトークンは投げるとき3000になってしまうと。ああ強い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 。強い強い強い。え、待って、この手はもしかして最強か。